ちゃヒカキンいるよ。なんで？ヒカキンすごいね。アンバサダー的なことなの。バカつぶしの。These cute bees. Ah, One Piece Tower. これか。This is One Piece Tower. へえ。何 One Piece Tower? かわいい。Ah, guys, you love these, right? Super.うん。何これ？あ、パズルね。クリスタルパズル looks awesome。で、楽しそう。It's fine。で、easy？クリスタルパズル難しいのかなこれ？簡単でしょう。なんか。結構どうなんだろう。積み上げていくだけだ。こんなでも結構細かいよ。不思議なピース。うん、思ったより細かい。難しいかも。うん、難しそう意外と。よいしょ。Look at this piece. This guy difficult. 結構大変そうな気がする。ね。これぐらいのノリかと思ったわ。うん、私もそう思った。なんかこうただ置いていくだけかなとか思ったら。本当にちゃんとパズルしてる。ちゃんとパズルやった。うん。なんか完成した時がさ、そのパズルって分かんないからさ、逆になんかちょっと達成感が薄れそうな気がする。そうね。これ作ったんだって友達に言ってもさ、なんか誰も大変だった感じが。そうなんだ。伝わらない。そうなんだ。ね。これでも買う人多いんだろうな。エンブレム T シャツ。東京オリンピック。もう来年だよ。来年手ぬぐいエンジン。え？欲しくなっちゃった？あ、もういや、なんかさ、うん、この前5年後とか言ってなかった？言ってた。早い。おじさんおばちゃん早い。おじさんトークだけど、これもこんなんかね、もうまだ5年後だしなみたいな。オリンピック実況する配信するの？どうだろうね。いや、うん、やれたらみたいな感じ。でここが3階で。あ、本当？ありよう。ワンピース好き外国人。私ワンピース好き日本人。ワンピース見てんの？読んでる。全巻持ってる。すごいね。意外。漫画好きだ。漫画大好き。アニメとか見ないんだけど、漫画は大好きで。漫画好きなの？うん。動いてるのはなんかあんまりなんだけど、絵が動くのがダメだけど。読むのは大好き。声とかも想像するのが好き。意外。でも漫画でも少年漫画ばっかり。今読んでるの釣りバカ日誌。釣りバカ日誌アプリで読んでる。一番ハマってるの。今日さ、渋谷でさ、なんかもうあげたいな。あらあら、なんかあげたいな。渋谷で You're gonna give me a present? マジで開けるよ。ちょうど漫画の話が出るから、ちょっとこういう漫画好きなんじゃないかシリーズ、ギャルと恐竜。わからない。ギャルと恐竜っていうのが面白そうだなと思って。不思議なギャルと恐竜って、なんかシュールな漫画好きそうだなと思って、ジャマちゃんに漫画プレゼント。めっちゃシュールなんだけど。あと読むタワレコで、もうこれもジャケが
金子屋の おいみよしかみびっくりしたよ。さクリスマスプレゼントお渡し会をやってる。邪魔すな。ちょっと取ってくるわプレゼントもうジャケ買い2つともシーリーシーリーサモエン誰のか分かんない。もう猫が描いてて、ジャパちゃん好きそうだなと。猫は好き、ギャルと恐竜はね読むけど、シュールなの意外とね、日常とか読まないと。あ、そう。それでも読んでる、好きそうだなと思ってなんか買ったから。いやでも読んだら来てました、ありがとうございます。で、渋谷でジャパちゃんを探す羽目になったんですよ。なるほどね、そこで買って待っててくれたんだね。そう、なんか、あ、渡したい、うん、およし、これがどこよで、ゆっくり終わってるの、ゆっくり終わってます、合流したくらい帰ってまた消えてありがとうございます。アラさんにではないんだけどね。いただきます。これは娘かな。そう、娘に、いや、開けていい、いや、いいよ、開けていいの、あの、うわ、嬉しい、喜ぶわ、大したもんでもないけど、喜ぶわ、出産祝いとクリスマスプレゼントにちょっとだけね、いただきます。よう、よく準備したね、できる子だから。ゲーム、そうだよ、一点配信してたんでしょ。あ、かわいい、すごいかわいい、布絵本。へえ、ちょっとじゃあ見つけて、ゼロ歳から昨日のさ、あの、なんだっけ、行ったところ私が駅の名前忘れちゃった。辻堂 の、 あの駅の裏のショッピングモールで買ったの。さすが、できるね、ずっといたのそこに、面白くてできるね。いただきました。そのまま入るなら、はい、大丈夫です、ありがとうございます。ちょうどなんか僕にではないですけどね、娘にいただきました。ありがとうございます。よかった、配信で忙しかったんです、配信で忙しかったんです、配信で。どこ行く？これから。え、今もうミッドタウン行って、ケヤキ坂行って、うん、で渋谷の青の洞窟行って、うん、もうほぼ行ったもんだって、もうそうなってくると。ご飯食べ行こう。ご飯行く。いいっすか。ここらでご飯行こうぜ、じゃあ。配信できるか分からんけど、じゃあ、じゃあ俺たちとご飯、3人でご飯ね、やったここ1週間、俺たちと2回目のメシ、母は良くないよ、それは良くないな、母は相手なの、あとちょっとね、休み入って早すぎるそれは早すぎる、休み入っても関わらず、することが年間ゲームしましたね、日常が変わらない、変わらない、スナさんのコメントを読めてないからめっちゃなんか申し訳ないじゃん、よいしょ、英語がなるのにでもなんかプレゼントが、うん、ジャパちゃんの配信やね、配信じゃありえない、見えない状況が、消しちゃった、え、はい、キャベツやばい、ここはなきゃ10時だね、ちょっと上がった、だね、2ランクぐらい下がったロール、あ、ロール身のないジャスみたいな、身のない休日やね、でもアイスさんは3回くらいしました、アイスさんめっちゃ回してるそれアイスさんは格上だ、同じランクだよ、同じかな、すごいじゃん、2から4に落ちて今3の 90LP ほぼ見出した、ほぼ見出した、面白いよ、どっちですか、モバイル版が間もなくみたいなこと書いてあるもんね、年末
かなかった。年末ぐらいに止まりましたけど、ちょっと DLC しかしないじゃないですか。会社だって言えるつけるの給料もらえるのがええな。こじゃあディナー行こう。ディナー、ディナー、どこ、ね、何か何も考えてなかったよね。なんかもうできるだけイルミネーション見ようって思ったけど、お腹空いたし5カ所ぐらい行ったの、喉乾いたし、うん、いっぱい歩いたもんね。行ったな今日は。東京のイルミネーション全部見たんですよ。うん、あと丸の内ぐらいで行ってないの。行くか。でも多分ね、今の見ちゃったら、いやもう、今の見ちゃったら丸の内がすごく見える。あーそっか、うん、一通りやばいのはもう視点帰りに辻堂寄ってってみようかな楽しく見えるかもしれない。